next competition, morning session, reverse competition, woman elite sprint semifinals, first heat, third ride. Stand by at the inside, Carly McCurch from Australia. Outside, Mathilde Crow from France. そうスタートして半周ゆっくりとカーリー・マキロッチが先行。1回戦はマチルダ・グロ後方から今前方に上がります。そして2回戦はカーリー・マキロッチ最後まで直線粘りました。3回戦へともつれ込みました。この第1組、これでいわゆる 1-2 決定戦決勝進出者が決まります。さあ先行しているのはマチルダ・グロ、そしてその後方からカーリー・マキロッチ。まだまだお互いに牽制をかけながら駆け下ろしたのはカーリー・マキロッチ。しかしながらちょっとこの辺りは横の動きになった。1コーナーから2コーナーへと向かっていくところ、カーリー・マキロッチが先行、そしてマチルダ・グロが後方から。3コーナーから4コーナーに向かっていくところですが、4コーナーから直線に向かっていくところ、さあ最後の直線はカーリー・マキロッチ先行で入りましたが、確定は今しばらくお待ちください。First hit, third right. Winner number 121, Carly McCurch。121番カーリー・マキロッチが先着確定しています。従いまして、この女子エリートスプリント、こちらについては 1-2 決定戦進出はカーリー・マキロッチと、そしてゾンティエンシーの2人となりました。